よしよし。いやー、なかなか思い通りにいかないことが多くて、なんかまあ作業的なもんですけど、ということで明日ラジコンなので、ラジコン用の自転車を仕上げていきます。サーリーの空手モンキーです。いやー、なかなか今日もちょっとあれだったな。なんかすっごいお腹減って、なんか食べたい。はい、ということで、マイ空手モンキーをマイ、やるもさん、お客さんの作業をせずに自分の作業をしてませんかと思われがちですけど、なかなかタイミングが合わなくて、部品の適合とかね、いろいろ。今ね、6時30分です。ということで、今回はサーリーの空手モンキーに、サーリーの空手モンキーを、コミューター、より街乗りに近いカスタムをしていきます。まあ、ズバリ、まあ、タイヤを、抵抗が少ないタイヤに交換していきます、重い。よいしょ。ちょっとね、こう、秋っぽい、ナスビカラーです。ということで今入り口を塞いだんで、立ち入り禁止。はい、ということで準備するものは、今ついているタイヤが マキシスの29インチの 2.4 を、シュワルベの、シュワルベ押しです、 G1 オールラウンド、これに切り替えます。それでチューブをね、29インチのチューブ、こんなに薄いんですよ。これに付け替えていきます。まあ、実際軽くなるのは軽くなるんだけど、見た目がどうなのかなと思って、はい。で、明日は、空手モンキーのフロン前にパニアバッグつけていきます。だから明日は自転車乗れる。明日、今週自転車乗ってないわ。いや、飛び島かいと言ったか。いやー、それね、軍手をね、頼んだんですけど、頼んだ軍手が S サイズだったんで、やっぱり何気ないものでもたまに店舗に行って買わなきゃいけないなと思った次第。まあ、タイヤ交換全部移すかどうかですけどね、これはね。完成したところまで行こっか。完成したところまで。タイヤ交換なんかみんな見たくないでしょ。こんなって言ってもあれか。こんな作業、もうすぐ買います。すぐ、もう5分ぐらい。しかもさっきとジーパン履き替えました。さっき入ったジーパン、ユニクロのジーパンで、なんかやっぱ今年太ったのか、なんかしゃがむとケツが見えてたんで、ケツが見えそうだったんで、しゃがんでもケツが見えないようなジーパンに履き替えました。明日楽しみだな。ラジコン総勢12名来ます。まあ1人3台持ってくるとして36台集まる計算か。いやー、ちょっとラジコンちょっとマジで欲しくて、次欲しいのは、まあ、G-FORCE っていうブランドのジェノバっていうのが欲しくて、次がヨコモの、ヨコモのバギーが欲しいです。もうタミヤじゃない、僕が欲しいのが、結局欲しいのがバギーになっちゃうっていうね。ということで、この29インチのタイヤいらなくなったので、まあ取った方がいいですよ。来年のカンカンフェスタでも、来年のカンカンフェスタマウンテンバイクはいいバイクで走りたいから、ち
と e バイク貯金しよう。 e バイク買う準備資金貯金しよう。よいしょ、はい、取れました。やっぱねタイヤ交換するときはなるべくね軍手をはめといた方が、もしかしたらねタイヤにうんこがついてるかもしれないんで、あ、お食事中の方は申し訳ない。これがね重い、タイヤが重い、コミューターは。で特徴ね、 G1 の特徴は結構ねこれブツブツして、なんか奈良の大仏のさんの頭みたいな感じなんですけど、これが意外と軽いんですよ。あのアスファルト走った感じので、接地面が少ないような感じで、路面の走行音も少ないし、ちょっとこうか、こういう感じです。僕が大嫌いなこのラインが入ってたんですけど、これね、まあでもこれイコールなんかちょっとシュワルベ、なんかこの昔のアディダスのなんかジャージみたいな感じで、まあ、今でも流行ってるか。でこれつけてどういう見た目が上がるかやってみますね。まあ、そんなこと言ったらあれか、ちょっと申し訳ない、 PR インターナショナルさんに申し訳ない。結構細くなるか、 2.4 から2.25 ぐらいだから、まあ、走りはだいぶ軽快になるけど、直径がちっちゃくなる分ギア比がどうなのかな、それがちょっと心配。はい、もうはまりました。はい、次は軽量チューブです。軽量チューブ大丈夫なのこれ、29インチのチューブ、これですよ。これピント合わないな。そんなことだったらソニーに変えるぞ。ソニーに変えるぞ。実際29インチのチューブがどれぐらいかというと、これからこれに箱から出せとね、はい、これは結構すごいですよ。このなんかセブンイレブンの海賊おにぎりぐらいから、このあのクリーム4個パンみたいな、あのあれぐらいまで小さくなってます。これはすごいな。どういう風な感じで走りは、まあねやっぱ軽くなると思うんですけど、見た目がどうかな。やっぱ見た目重視で僕は行きたいんで。空気入れがないわ。結構太いですこれ。山梨かどっかでこういううどんみたいな、ああいう、空気どこだ、外ない、空気でどこ、あった。いいですね、この狭いお店なのに宝探しのように物がついついどっか。でこれ、ね、注意点ね、この軽量チューブは必ずこの、やっぱり電池がない、このバルブコア、これが緩んでることが多いんで、必ず手で締めましょう。はい、しゃ入れるか。で、ある程度入れてからやると作業性がいいので、すごいですね。このタイヤがシュワルベ、チューブシュワルベ、空気入れ、SKS、もう PR インターナショナルさんの回しもんのようですけど、全部一切もらってはないです。全部自腹でお金ちゃんと払ってます。やっぱね、自分が使ってみて本当にいいと思ったものは使い続けたい。あとはこれを知らない方にもっと知ってもらいたい。うわ、チューブ大丈夫なのかな、これなんかもう紙みたい、紙じゃないけど、チューブ入れにくいわこれ。ちょ、見て、チューブめっちゃ入れにくいよこれ。今度閉じちゃおうか、これ挟まってバーストしたらすっごい音するんだろうなこれ。チュ
チューブ入れにくいということが分かりました。29インチレベルになるとどうですか。ちょっと僕のお尻がちょっと、あとね、髪もちょっとだいぶ伸びたから来週ね、あの横に髪切り行きますので。でこれね、大体こっちを閉めたらこっちが開いていくみたいなね、そういうあのいたちごっこです。うわ、これはちょっと入れにくいわ。うわ、開いて開いた。これはちょっとあまりおすすめできないかな、これは。どういうこっちゃこれ。これはちょっとおすすめできないかな。ちょっと2回目、これはどうなの、これ。これチューブどういう状況。今入りました、入りました。でもちゃんと丸ま絡まってないか心配だな。まあ、一回入っちゃえば、あと噛んでないか確認して、まあ、大丈夫でしょう。よし、よし、入れよう。よし。さあ、どうでしょう。見た目をね、見た目重視で。この後ライブするかな。インスタで、YouTube で。手で確かめよう。チューブがくるってなってないかどうか。怖いなこれ。結構隙間あるよこれ。大丈夫かこれ。ため息ついた。やっと終わった。結構苦戦した。やっぱタイヤがうまく入っていかないんで、チューブがうまく入っていかない、それで苦戦しておりました。空手モンキーのね、この氷入れるのが、ちょっとややこしいですよね。よし、こっち入った。よいしょ。入りました。暑い、もう夏だな。やっぱ実際その以前入ってたチューブと比較するともう比べ物にならないぐらい軽いです。もうタイヤ持った時の軽さがもう全然違う。ちょっとうるさいなブレーキが。いやー、完成した。これは明日のラジコン楽しみだな。まあ、見た目そうですね、なんかやっぱオールブラックがかっこいいですね。かっこいいけど、あえてもうこれね、安全性重視で僕は行こうと思います。もうこのタイヤがあのスリックタイヤになるまで乗り続けます。まあ、また気が変わったらね、多分タイヤ変えると思うけど、まあとりあえずひとまずは山に行く予定ないし、まあ、コミューターとして、なんかカメムシ臭いな。なんかカメムシ臭いよ、なんか。まあコミューターとしてこれを使っていきましょうか。はい、カメムシ臭いのなんか。まあいい、まあいい。以上です。また明日のラジコンの動画をどういう風に運ぶかっていうのを撮ると思うんで、またそれご覧ください。でもし空手モンキー、まあ、コミューター街乗り、まあ、かっこ平地限定ですけど乗ってもう本当に最高のクロスバイクだと思うんで、なんかそういう人は程よいスリックタイヤと程よいブロックタイヤがあればいいのかなと思います。はい、じゃあ終わります。それです。